はい、2020年4月22日ドラクエウォーク、本日はバランスブロスをなんとか胃を対策してできんかということでやってみようということなんですけど、結論から言いますと、雲の巨人をホークマンに変えて体制を整えていったんですよ。でさらに賢者系僧侶ですね、ここら辺に関してもエビプリを入れて胃を耐性があるんで、回復を捨てて対策をしてってやっていきましょうということで、これ本当はね他のでやったんですけどね、エビプリのところにねバラモスがあるとめっちゃ楽になるんですよ。というのが装備に関してはこんな感じで、もうどっちみち耐性でいくんだから火力のある武器は私ないんで、この4突にしました、持っとる武器の中から。これが多分キラーピアスの2突よりどっちみちタイガークロスしか打てんので、火力出んじゃねえかというところで、それで心に関してはこんな感じで、まあこれが多分一番あれだろうね、イオ耐性で漏れるところ、これはつけるのがないんで会心にしました。イオのね私耐性の真珠ね全部売っちゃったり合成したりしてね、呪文耐性しかないんですよ。だから胃を体制で完全に持っていくと心の構成がこんな感じ。前回のところから変えたのがね、ホークマンをね雲の巨人でここをチェンジしたんですね。胃を体制があるということで、もう完全ね大義とかそこら辺の無視です、体制方面で。でさらにこちらバトマスにしまして、これもやっぱホークマンだね。本当はねここはねエビプリなんですけど、エビプリ私3体しかないんで僧侶の方に回したいんで、ここをじゃあ雲の巨人の耐性が少し 5% と下がったところをこの呪文耐性、これをつけました。 5% と 3%、 これもやっぱあれだね、私この持っとる感じこんな感じなんですけど、これ胃を耐性とか捨てたのは要はこのちょっと長くなりますよ、いつもお前は長いけど、これを考慮してなかったんですけど、モンスター図鑑でこの辺りありますがね、例えばこれバラモスブルス今回戦いますが、これハテナハテナ系ですが、ということはこれドラゴンとかいうのに耐性が漏れんってことだもんね。だからイオとかそういうなにハテナハテナ系の超強力な攻撃に関して1個持っとかなあかんのですね。だからまた裏な感があったね、裏な感じなくて残しとかなあかんかったね、またしまったなということで、それで装備が珍しいところのキングアックスの4凸を4凸なんでも採用しました。どっちみちねこの手の武器のスキルは使えないので、だったらもう4凸の武器でそのまま行こうというところで、多分そっちの方が火力出るだろうな、純粋にもうサミダレでもうひたすら打っていく。カンダートマホークでこの構成につけても1600-2000ぐらいかな、だからこれなら3-4-1200ぐらいだったらまあこっちでいいんじゃねえかみたいな感じで、そんな感じでしました。それでここら辺がメインですね。ハヤテのリング、悪魔の尻尾、ここら辺はねまあ一応速度調整にはつけましたけど、やっぱここだろうね、このエビプリだろうね、これ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 がねバラモスだと多分いいんですよ。素早さ的にねこの構成でバラモス入れるとだいたい300-670ぐらいにできるかな。そうすると先手取られたり後ろになったりと曖昧な順番にならんのですよ。まあまあそこら辺は妥協しましてエビプリにしました。当然胃を耐性があるのと何より素早さがあるより、これですよこれですよ、回復魔力が一応35あるというところで、まあ入れても別にそこまで遜色はないというところ、ここら辺比較しましてもね十分ですことね、ね盗賊関係のね青色だったらね。でこっちも同じ構成こんな感じでねエビプリ入れて、まあ、とにかく胃を耐性胃を耐性胃を耐性ということで、じゃあやっていきましょうとか、あれ消えたね、あおったおったやっていきましょうということで、レッツラドン安定とまではいかんけど、まあ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 、アスケと呼ぶ、せっかくだで、ね、せっかくだで呼ぶ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 、まあいいか、なしでいこうか、なしでいこうか、レッツラドンだね、レッツラドン。ここにあるあれだね、やっぱしつこいけど、ドルマ系の武器があるとまあ楽できるってことですよね。わりかしあれですよ、食らうのはまあ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 減ってきましたよ。150ぐらいかな、大体、こんだけ胃を耐性して。真珠があとどれぐらいあるかぐらいですね。心的にはもうほぼ最強だよね、これがね、胃を耐性で、胃を耐性に特化したんですよ。ホークマンはね、S でもね、B でもね、胃を耐性 10% で変わらんのですよ。だったら別にあれだろうなと思って、ホークマンなんか2体持っといてもいいですよね、胃を用にね。エビプリはもう今さすがに手に入らなあかんですけど。これだけ不思議は、なんとかあれだもんね、長期戦になっても多分いけると思うんですよ、こんな感じで。
でここからさらに楽したい場合はやっぱさっきから言ってる採算ここですわね。エビプリのところを、うん、この人ね、この人のね、兄弟なのか何なのか分からないですけど、バラモスに変える。でここら辺がどうだろうな。あでもやっぱあれだな、メタルホイミング 5% 台ちょっと下げたんですよね。こっち 7% だもんで、ドラゴンスライム 10% やっぱ耐性の方重き取りましたね。っていうかこれね、これ変えてもね、回復量がそんな変わらんのですよ。いや本当にだったら耐性ある方入れた方がいいんじゃねえかって、いろいろねこちょこちょあっち変えたりこっち変えたりやってるんですよ。150ぐらいでまあまあ安定しますことね。いやこうやってね、ソファーにね肘かけても見取れるぐらいなんですよ。確かにね体力を減ってやばいはやばいですけど、150の2発って考えないでね、一応回復量的にもなんとかね、うんうん、ギリギリぐらい、まあ、確率的に全部ユーラ連発って考えにくいもんね。そうだ、それやられたらもうみんな終わるわな。まあ一旦ユーラバック打ってこられたの。バトマスにしたのは火力的に足らんかったってところ。あな、もうちょい言うと命中2本そしてバラモスがおる心で、そうするとまあ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 安定性高いんじゃないかな。回復量はこっから上げてももうあれだもんな。要はバラモスの攻撃、バラモスブロスの攻撃する分、イオリオはイオラ2発分最低300以上、まあマージンとって350から400ぐらい回復すればなんとかあれだもんな、お釣りは来るってとこだもんね。まあもちろんその状態以上のね、やられるといかんっていうところはあるから、もうちょい余裕はそりゃ欲しいですけどね。時間はかかりますけどね、これがね。あのあれミラクルソードとかね、回復させたりとかいろいろ考えてたんですよ。やってみたりしたけど、これ耐性持ってった方が私的にね、どうしてもあれだもんな、耐性とかのこれが一番嫌だ。あの直接攻撃の方が多分きついわ。やられると一番あれなんだよな、きついんだよな。火力をもうちょい漏れると割り替え安定する。だけど私の構成だと武器がそんなないんで、手持ちが火力寄りにすると多分あのあれだね、ご利用しようとするとご利用されるもんで、武器がもうちょいだね。ここら辺がね、常闇が1本、命中が1本、まあ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 いいとするとこの構成でも何、心こんなぐちゃぐちゃな感じ、大義なのか斬撃なのか何がしたいのかわからないような構成でもまあある程度楽できるんじゃないかな。一番誓ったのはこれからあれだね、ここの真珠あれだね、特別なシャドウとかまあ使えそうな呪文関係のところは残しとかなあかんね。私 S でもね合成しとったんですよ。イオとか持っとったんですよ。いや最低だね、やっとることぐちゃぐちゃだな。ジバリアも捨てとるしな。まあなんか残しといた方がいいんだろうな。なかなかあれだもんな、呪文耐性の S ばっかってそんな集まらんもんな。あれだって結局 5% だもんね。特別な呪文今回で言うとイオ耐性を S で持ってた方が 10% いけるからね。だからそれが手に入るかどうかは別として、まあまあ割とあれですことない、安定しますことない。直接攻撃2発撃たれる方が結構あれだな、ね、きつく感じますわね。そう本当だ、あれだもんね、イオだけ特化だもんね。これ一番恐ろしいのが多分皆さんある程度気づいてると思うんですけど、これ高難易度とか来てさ、あのタメ口ですけど、あの正月とかね、あのスーパー恐ろしい氷三兄弟とかね、それからあの悪魔大魔王、あのパシリ三兄弟みたいな、あれが例えばバラモスブロス、ヤマタノオロチ、カンタラなんてきたらどうします、これどうする。デインで言ったらこいつに全部やられるもんな。デインで言ってその2人の方をね、あのカンタラとかをね眠らしたりとか、ヤマタノオロチとか状態異常で倒してからこいつ1人に行かなあかんよな。かといってイオラ無視したらイオでフルボッコされるしな。そういうことやるんかなと思って残念、ね、ざわざわってしますよね。なんかねやってきそうだもんね、この運営さんはね。ありそうだよな。まあ本当に何っていうのは特殊な3人が、まあ、出るかどうかは分からんですけど、可能性的に結構あるんじゃないかな。わりかしあれだとな、ダメージ的には安定しますことない。あの火力が異様に低いっていうだけでね。でもこれあのカンダナのあのあれ当たったやつ、ブーメランだったか、あれでも、あでもね、ちょっと待ってくださいよ。って今一瞬オート探すようになったけどね、ちょっと待ってください、これ見とって見とって、そう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 、こうなんですよ、こうなんですよ。あら、あら、ここでやばい。ちょっと一回、あ、いいか、ここサービスターンだね。どうするだろう。ホイミか、ザウラルじゃねえんか。あそこザウラルじゃねえんか。これ一枚になるとあかんぞ、お前。ちょっとあれだね、回復させてくださいね。次どうなるだろう。
おおお、無敵の子、今オート外そうとしたんだけど、だから直接攻撃の方が今度怖くなるね。難しいよな、その呪文とな攻撃力のバランス取っていくのが。さあここにあと何を言えば防具関係ですわね。あの伊予体制のある防具持っとれば、まあさらにあれだろうね。でもそういう人ってなんて言うんだろう何、名獣とか4凸とか2凸とかそれぐらいしとるから、そこまで死んでも多分火力で押し切れる環境の人の方が多いでしょうね、多分ね。まあなんとかあれだね、うわ、無課金ながらでもここまであれだね。心の方はあれだね、課金とまで言わんけど、まああれだよね、動き回ってるから人よりは多分集めとる部類だと思うんですね。なんとかそれでまあいけるんじゃない。ただ MP があれか、そうこの MP がね、あの減るのをね考慮してね、あんまり強い武器入れたくなかったんですよ。周回じゃないけどね、どっちにしろ火力出せる武器ないんで、簡単のあれぐらいだもんな。そんでも1600考えて、バトマスのそのこのサミダレでも戦略がそこまであれだもんな。心の構成がやっぱどうしても伊予体制いくもんで、火力漏れんのですよね。そうだな、それやるとあれだもんな、防御が落ちるもんな。そうだな、バトマスがおらんとここ火力あれだな、ここあれだもんな。だし無属性みたいな攻撃しとるもんね、魔法戦士入れるっていう場面じゃないもんな。やっぱでもそうなるとあれだな、高難易度じゃないけどこういう強いボス系、あのガチガチにね、あの攻撃力があって、ね、体力モリモリみたいになるんだと、やっぱあれだな、レンジャー入れてかんと魔法戦士でって押せるのないよな。まあ、そのあれですよね、環境によって攻め方が変わってくるんですよね。だからメガモンなんかだとわりかし短期戦になって、特に今回なんか人柄集まりやすい、さらにスラミ超エンダーも出る環境だから、魔法戦士でねフォースかけていくより、バトマスとかレンジャーで、レンジャーで縛って動き止めて、バトマスで怒ってガンガン殴るとか、ラッキーゲーム運任せみたいな方のがまだあれだよね、早く倒せますわね。カンダナなんかでもそうですよね、まあフォースとかバトマスとかあります。逆にこういうのになるとレンジャー先生の出番だよね。ちょっと MP がピンチだでどうかなーっていうところ、バトマスのあれか減っていくか、どうでしょう。今体力でどんなもん、真っ赤っかになってない、どんなもん、どんなもんす。もうちょいきついね、あれ使わなあかんか、聖水使わせてくださいだったら。まあまあでもあれですけどね、最初の時にやった時よりはね、長ったらしく時間はかかるけど、ある程度は安定してきますことない。これも考え方次第だと思ったんですよ。確かにイオラは怖いけど、全員平均ダメージ当たりますわね。まあ仮説として何にも対策しないの怒ったけど、ここは、あ、縛っとるでいいか。縛っとるでちょっと待ってくださいね。これやって、ちょっとここで MP 回復して、あ、いけた。いけたんだな。いけたんだな、なんとか。まああれか、半オートみたいな感じ。なあれだね、あの、死んだ時とか世界中使うとして何遍押そうかと思いましたけど、ザオラルがあったらね。とまあね、こんな感じでどうでしょう。ある程度は安定してきたんじゃないかな。ここにもうちょいね、火力ある系を入れていけば、まあ、これでも4突入れとるからね。多分ね、星5の、びっくりした、びっくりした、びっくりした。あの、1突とか入れるより、星4の4突とか入れた方が、多分あの、斬撃体が 5% かかりますよね。あそこら辺がでかいわな、と思って。ここの私壁がやっぱでかいと思うんですよね。ホークマとね、雲の行事とね、 10% と 5% がね、あれが150ぐらいに抑えられるとね、160、170うろうろされるのと150ぐらいをうろうろするのと結構あれだもんな、結構違うと思います。あの精神的じゃないけど、だってこれ結局ギガーデとか使って例えば体力持ってくとか言いますが、バラモスとかでも総力で体力が出てきたって言いますが、だけどその体力持ったってその食らうダメ分回復できんかったら結局意味ないもん。だから回復量を増やすか、ダメ量を減らすかっていうところだもんね。ダメ量を減らすのも結果的にあれだもんね。回復量を上げるようなもんですもんね。相対的に考えてね、難しい方とか、めんどくさい回りくらい言い方しますけど。と、まあこんな感じでどうでしょう。意欲的にはもうここら辺じゃないかな。この構成にこの退治も入れますが、ここはあと、イオンに変えるか、持っとる人は S とか 10% です。S だと 10% です。呪文耐性でしくったな、ほんといいよ、捨てんかだな、なかなかあれだな。それでここをエビプリに変える、これで 10%。 ホークマンは見ての通り B でも 10% なんですよ。なかなかでかいですかね、これ。ホークマンこれね、地味に私見とって、だからホークマン使おうと思ったんですよ。火力落ちても S1 体しかなくて、さらにね C でもこれ 10% なんですよ。地味にでかいですかね、これ。そのためだけでもあれですよ、
下手に雲の巨人とかで使って中途半端に火力取ろうとするぐらいだったら逆にもう捨ててねフォークまで耐性でいった方がいいですよね。まあこれ人それぞれですよね、やり方はね。強力な武器ある人はこんなことやらんでもね、あのご了承し合いいですけど。あとは僧侶系だね。確かにこれエビプリ入れて素早さが上がったもんね。これで370ぐらい。あ、こっちで行った方がいいか、装備何もしてないで。あ、でも逃げ逃げついとるだかんか。だからこれ349、逃げ逃げついてないと。エビプリ入れて、これがねバラモス使うとね、そこまでは持ってかんでもいいんですよ。だからそうするとベビルとか外したりして、あのあれメタルホイミンとか入れたりして少しずつ素早さ増し上げできるんですよ。300ね、どうだろう、60ぐらいあると、まあ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 、そんな、なんていうんだろう、後ろで攻撃したり先に攻撃したりとか、なんかねどっちつかずのことにならんもんで、300ぐらいだったかな私前回やったのが。そうすると非常に曖昧な展開になりますよね。これぐらいの速さを持っとると、まあまあ今の通りあれですよね、ほぼそういう事故みたいなことはなかったですもんね。だからこんな感じじゃないかなと。そう考えるとあれだな、バラモスの S はなんとか私の元に降りてこんとかね、なかなかあれだもんね、A 止まりだもんね。とまあそんな感じでね、バラモスブロスをね、イオ体制モリモリにしてなんとかやってみましてね、まあ、火力がないんで時間はかかりましたけど、こんな感じでいけましたということでね、まあ、バラモスを入れたところまたね、どっかでやってみようかなと考えていますということで、はい、ということで、そんな感じで、おりー。